どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん、音楽始めよう。今回のテーマソングは米津玄師さんの感電。こちらの曲、このちっちゃいウクレレガズレレ簡単バージョンでやってみようと思います。この曲、プロモーションビデオ皆さんぜひご覧になってください。すごい世界観です。なんかね、あの世界にどっぷりなんかこうハマっちゃいそうみたいな感じなんですけどね。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。途中の前半部分までなんですけど、これでも十分世界観味わえると思います。そして後半はですね、一応ブリッジパート、あの不思議なパートも含んだかっこいいやつだから、ちょっとコード難しくなっちゃうんですけど、そこはね、やっぱリズムも難しいし、結構今回のあのかっこいいバージョンはレベル高いんですけど、はい。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽聴くのって最高ですけど、やる方がもっと楽しいんですよ。ぜひ皆さん、始めましょう音楽を、とか私が言うとですね、いや私音楽やってみたいんだけど不器用なんですとか、音楽の才能なくてという方がいらっしゃるんですけど、安心してください。そんな方でもね、どん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 ウクレレで弾き語りができるプログラムがこの今ご覧になってくださっているガズレレにはございまして、それを見ながらですね、今全世界中の方がウクレレで音楽始めてます。皆さんもやろう。はい。YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られるしね、無料ですからね、ほんと気軽にまずはスタートしてみましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行って、上から順番に YouTube動画を見てウクレレ触ってるだけであっという間です。さあ皆さん、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画として、すでに1300曲ぐらい、もうもっとあると思いますね、アップロードしております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の詰める歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、世の中にある曲をちょっとずつちょっとずつ毎日毎日こうね、簡単アレンジして公開しております。そしてね、それぞれの動画に簡単バージョンとかっこいいバージョンみたいになってるんで、簡単バージョンできた方はどんどんかっこいいバージョンに行って楽しくやっちゃいましょう。はい、それではやってみましょう。この曲はね、すごいですから皆さん、よっぽど聞き込んで、歌聞き込んでからやらないと全然追いつけないと思いますよ。はい、米津玄師さんの感電ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3、4。夜のオーライトエワイまだ不明、何待ってみらしくて困っちゃったわわわ、失ったつもりもないが何か足りない気分、ちょっと変にハイになって不可思議のようにしゃ、今日だよどうかしよう、もう何も考えないよ、銀河系の外れとさよなら、真実もどこも閉ざしない枯れた夜でも、僕なんて叩いて笑い合う、誰も知られない一瞬のこのきらめきを食べ尽くそう、二人でくたばるまで、そして幸運を僕らに祈りを、まだ行こう、誰も追いつけないくらいのスピードで、稲妻のように生きてたいだけ、お前はどうしたい、返事はいらない、せーの。米津玄師さんの感電、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみました。もうなんかあのプロモーションビデオの映像を見てからこの曲をやるとすごくハマるんでおすすめなんですけど、今のはですね、もう一番のサビまでやったスーパーゆっくり簡単バージョンで、ショートカットアレンジです。で、後半のかっこいいバージョンではあのものすごい不思議なとこあるじゃないですか、
ムンハイにスイレンというところ、あそこがね、すごいんですけど、ちょっとコードが難しくなっちゃうんで、まずは初心者さん、今のシンプル簡単バージョンやってください。で、できるようになったらちょっと次、これからの後半のね、かっこいいバージョンを取り組んでいっていただければいいと思うんですけど、それでどっちにしてもですね、皆さんやっぱり動画、今やったシンプル簡単バージョンの動画のテロップを見ながらできた方もですね、ご自身で書き出していただいて、それを見ながらご自身だけで演奏してみるのをお勧めしたいですね。で、これ、この後半のかっこいいバージョンでもですね、フルコーラスではないんです。2番とかちょっとね、ショートカットバージョンにさせていただいてるんで、フルコーラスでやりたい方は、やっぱりコードは一緒ですからね、歌詞を書き出して、オリジナルのもうフルコーラスの楽譜を書き出していってください。その時のね、参考になるように、まあこういうガズ、今ノート、これを見ながらね、歌ってるんですけど、今日は2枚にわたってますけど、これね、いつも見せてるんですけど、今ですね、これ、ガズクラブというサービスが始まりました。このガズクラブというのは、毎月660円のクラブ活動費を頂戴して、ガズがいつもこう日々上げてるノート見せてるね。これのデータとして皆さんのお手元にこうダウンロードしてお使いいただける。今度これのね、ガズクラブ専用アプリの開発が進んでますよ。すごいですよ。はい、でそのガズクラブでその5曲毎月5曲ダウンロードしていただけるんですけども、膨大なリストがありますからね。はい、それの他にガズクラブ限定のイベント、ライブ配信イベント、そこでやり取りしたり、もうワイワイセッションしたり、汗だくです。をやったりとか、SNS があってそこで質問をしたりとか、新しい提案をしたりとか、今みたいなアプリを開始する裏話とか、どんどん公開している、面白いクラブ活動をやってるので、ぜひ皆さんご参加ください。そしてこの話の流れで、8月1日はどなたでも参加できるガズレレの夏の大イベントやりますからね。これ要チェックです。ホームページでご確認ください。そういうことでですね、まあさーっと、これ、ぜひガズクラブでダウンロードしてもらいたいんで、今日2枚にわたってますからね。まあこんな感じでいつも書いてるんですけど、ちょっとね、これいろいろややこしいです。上の段はシンプル簡単バージョン、下の段はかっこいいバージョンという書いているんですけど、まあ動画のテロップを見ていただいて、書いていただくのがいいかなと思います。ちょっとこのノート、いや、いいな、これ欲しいなという方はガズクラブでちょっと落としてみてください。これはね、相当ガズの独自の、ね、ロジックがいっぱい詰まってるノートなんで、この点でリズムを測ったりとか、ひらがな表記で分かりやすくなってる、見てこの言葉の詰まってるやつ、これ今回はなかなか歌すごいですよ。もう本当にね、タイミングといい、メロディーといい、歌の言葉の入る、ね、速さといいね、この辺が面白いことになってるんですけどね。はい、じゃあまあこんな感じでさーっとこう映します。まずこれ1のところからいって、ここからもうここがブリッジバージョン。今やったのはだからここからここまでなんですね、サビまでの。はい、でここがブリッジか、ハイニスイレンのところをこれ感じでこんな風になっておりますが、コードが今日は多いですよ。ちょっとコードの解説をしていきましょう。はい、まずこれ見てください。言っていきますよ。C、C7、Am、A7、F、Dm、D7、G7、E7、Em7。これ、今やったシンプル簡単バージョンは、それでもこれだけ出てきてますからね。これはですね、ちょっとここにも書いたんですけど、ガズレレ必須コード、もうね、全員集合です。はい。オールスターズです。全員集合です。これ10個あるでしょ。これはですね、ガズレレでおすすめしている超入門コードのグループのフルメンバーなんですよ。それをですね、私はですね、ここに書いてあるけど、ガズレレ必須コードと命名しておりまして、このガズレレ必須コードはまず覚えてもらいたいコードのグループ。はい、10個。今も今日出てくる。全部出てきますからね。コードっていうのをね、こうウクレレで、クレレとかもういろんな楽器でやるには、コードを弾いてそこで歌ったりメロディーが、奏でられるというベースの部分なんですけど、これね、コードっていうのはね、もう正確に数えられないぐらい、星の数ほどあるんですよ。まあ、とてもじゃないけど全部覚えられないんですけど、まず入門者、初心者の方は、この10個だけはもう押さえてください。はい。そしてでもね、10個もあるのかと思うでしょ。見て、1個ずつ見たら、これも1個のコード、これも1個のコードって、これ簡単なんですよ。指1本で押さえられるコードもあるし。なんだけど、10個いっぺんで覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃ頭に入りやすく入ってくるね、最高のね、コードを覚えられる動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。このね、動画見たら、ね、楽しくね、おいおい覚えられますから、ガズレレ必須コード、今日10個、ここでマスターしましょう。これでトレーニングです。はい。で、今のシンプル簡単バージョンは、このガズレレ必須コードを使って4つ切り、ゆっくりやったんですけど、まあ皆さんやってみたらわかるでしょ。言葉のタイミング、入るタイミングとメロディーラインと、本当はもっと早いですかね。そのテンポ感。この辺がですね、まあなかなか米津玄師さんならではなんですけど、まあもうじっくりこう取り組まないとですね、リズムがもうどこ行ってるかわかんなくなっちゃうような曲なんでね、そこをしっかり引き込んで、まずはこのシンプル簡単バージョン4つ弾きで深めていきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンに入ってきます。かっこいいバージョンではですね、またそのここなんですよ。愛にスイレン遠くのサイレン、この怪しいコード進行、これはやっぱり難しいコードなんで、ちょっとこれから後半のやる動画の説明ですからね、後半ちょっと見てまた戻ってきてもらえばいいと思うんですけど、ちょっとねコードどんどんかっこいいバージョンで、これ今のさっきやったガズレレ必須コードプラスですよ。プラス、このコードが追加されます。はい。もう今日はズンズンいきます。F メジャー7からいきます。大文字の M はメジャーですよ。はい、どんどんいくよ。押さえる場所は、
こことここです。ここに5フレットのマーク、5フレット、7フレット、10フレットってこうフレットマークがあるんだけど、この5フレットの3弦、4弦です。こんな感じで押さえるのをおすすめしております。響きは？はい。この F のところを、さっきのシンプル簡単バージョンの F のところは F メジャー7で渋くいきました。F メジャー7、さっきいっぱい出てきますね。はい、次の注目コード。これがいいコードなんですよ。Bm75。これよく見てもらうと、G7 と Dm を一緒に押さえるというコードなんですけど、これこれだけ見るとバーッと思うけれども、安心してください。解説します。まず Bm75 は、押さえるところね、ここと、ここと、ここと、ここなんです。つまり、Dm を押さえたと考えたら、小指で1弦の2フレットです。いい響き。この響き好きですね。あともう一個の考え方は、まず G7 押さえてもらって、親指でここ押さえた。4弦の2フレット。これ、両方とも押さえてる場所一緒ですからね。当然ながら出てくる音も一緒ですけど、はい。どっちでもいいと思います。ガズさんは握るタイプのロックスタイルのこのグリップなんで、上から押さえようと思います。はい。もちろんこれ Dm を普通に押さえて、小指で、ここちょっと狭いですけど、ね、角度つけて、これ1弦の2フレット。Bm75。これが渋いに入れていきます。よし、今日いっぱいあるからね、どんどん行くよ。はい、これ、次。C、オーギュメント。これはですね、一瞬出てくるんですよ、かっこいい版で。こういう感じで、ワンブロックに4つ出てくるとこ、Am、C、オーギュメント、C、D7 みたいな感じで使っていきます。Am。はい、で、押さえる場所は、C 押さえたまんま4弦の1フレットです。ちょっとこれだけ弾くと気持ち悪いけど、Am から、CAUG に行って C に行って D7 とかこのだん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 と落ちていく感じが表現できるコードでございます。はい、次どんどんいきます。これは見慣れないコードだね。 C マイナーです。 C マイナー小文字だからね。これは例のところです。壁は灰に睡蓮のところのここで出てくるんですけど、 C マイナー押さえる場所ですね。こことこことここ3つ、ここここここだから、こういう風に押さえてもいいし、こういう風に押さえてもいいし、こういう風に押さえてもいいし、とにかくこの3つが押さえられてればいいです。はい。あ、俺、ガズさんはきっと薬指だな。はい。これでもいいと思いますよ、これでも。はい。C マイナー。これは結構レアなコードだと思います。はい。次。これ。A シャープメジャー7ですね、これ。A シャープメジャー7。これはですね、ちょっと解説しますね。いきます。ここと、ここと、ここと、ここ。こんな感じですね。これね、1個こっちずれたら B7 ですね。B7 ってちょこちょこ出てくるんで、これ1個こっちずらしたという感じ。1弦は開放弦です。こうです。もう一回。こことこことここね。これ。A シャープメジャー7。これね、今日ややこしいんですよ。A シャープメジャー7と A シャープマイナー7も今日出てくるからね、ちょっとね、ややこしいな。はい。はい。名前難しいよね。はい。したら、その、今言った、これ今やったのは A シャープメジャー7でしょ。これ A シャープマイナー7も出てくるんですよ。これかっこいいバージョンね。しかもこれよ。これ、悶絶難しいよね、きっとね。1フレット全部押さえます。こういうのね、制覇って言うんですよ。制覇とかバレエとか言うんですけど、こう、一本指で全部押さえるパターンがいいと思うんですけどね。これはですね、これロックグリップでは押さえられません。もう下に、ここにすごくスペースがないとまず押さえられなくて、こう、まっすぐするでしょ？まず指を、人差し指でね。で、親指とこう、1対1で押し合うんですよ、ここで。はい。しかもガズレレ的にはですね、ここの面使うと、ちょっとここに関節のくぼみがあるじゃん。だから、この面の方が平らなんですよ。ちょっとね、イメージを。この面よりもこっちの方がちょっと平らに思うから、気持ち、こっちに倒してあげるのがいいと思うね。で、ぐっとこう、挟み込んで、しかも、テコの原理でちょっとこう、ぐっと入れる感じ。で、あと、体をこっちに入れ込むとか、こっちにやってみるとか、いろいろちょっと工夫してみて、角度とか、特にここがね、スペースないとね、抑えられない。ここに曲がってたらきっとね、ちょっと抑えられてない。こういう風になっちゃうと思うから。はい。まっすぐにしといて、ここまっすぐよ。ここ曲がってたらもうダメ多分。もうまっすぐにしといて、こう指で、親指で挟み込んで、ちょっとテコの原理を使って、しかもちょっとだけこうね、気持ちね、大げさにやるとこういうこと。こういうこと。はい。の方がいいと思います。で、体の位置も。はい。これちょっとやってみてください。そしてまだあるんです。はい。F7 ですね。これ本当はね、もう一個ね、1弦の3フレット足されるんですけど、ガズレレではね、これをね、F7、ガズレレバージョンの F7 としてます。これはね、結構簡単。F を押さえといて、F ってこことここでしょ？こことここの他に、ここ足します。3弦の3フレット。そうするとこういう響き。はい。で、コード表、ウクレレの
コード表を見るとね、1弦の3フレット、ここも押さえるよって書いてあるんですよ。はい。これ押さえられる方はもちろんこれでもいいんですけど、このね、3弦の3フレットを F に足すだけでもう F7 の響きが再現されるんで、ガズレレをこれを表、推奨しています。こっちの簡単だからね。はい。こんな感じになります。はい。これで出てくるコードの解説終わり。だから今日はいっぱいコード出てくるんで、出てくるコードね、全部でいくつなんだろう。10、11、12、13、14、15、16、17個だってすごい。特にこの、海に睡蓮と、ここのところがですね、なかなか悶絶なんですよ。ちょっとここやってみようか。あ、そうだ、マジや。ちょっと後でやる。で、まずね、その次に、弾き方をやろうと思うんです。これはですね、やっぱりちょっと難しいんですけど、もう16ビートの茶しか、このビートは再現できないですね。ちょっとイントロをやると、せーの、ねるねるねねる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 、こんな感じ。ドンズンクチャクチクドンズンクタクチクドンズンクチャク、ちょっとシャッフルして、どっか跳ねてるような感じのイメージの16ビートのチャですね。これでいきたいと思います。はい。で、16ビートのチャ、はい、このリズムなんですけど、この弾き方、一応基本的なことはここのリンク行ってみてください。このリンク先はですね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャという動画をね、見ながらマスターしてもらいたいんですけど、これ皆さんご存知だと思うんですけど、この16ビートのチャっていうリズムが一番難しいリズムなんですよ。で、このね、ストロークっていうんですけど、このリズムの基本は8ビートになってます。8ビートのチャ、16ビート、16ビートのチャというように、今のリンク先のところに行くと、こう、ストーリー仕立てになってますんで、16ビートのチャはその、一応最高峰のレベルだと思っておいてください。しかも今日みたいに、ちょっと晴れてるリズム、チャカ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 、イメージですよ。ちょっとだけね。この感じはね、またちょっと独特のね、この、フィーリングが必要ですんで、相当ね、こう、慣れが必要で、このリズムっていうのはね、今日明日中にパンとできるようなものじゃなくて、だんだん染み込ませていくものなので、ちょっと動画を見ながらじっくり取り組んでいってみてください。そしてこの曲、もう一個リズムを、応用したいと思うんですけど、ね、その噂のブリッジパート。ここのとこで、ダウンピッキングというふうに、ダウンでちょっと再現しようかなと思います。ここね、原曲はもうドラムがもうすごいドラムソロみたいなの入ってるんですけど、これはちょっとさすがにウクレレできないんで、まずこんな感じにしようと思う。わかる？まずじゃあ C でやると、ダウンピッキングだけで、ダウンだけでね、ダンダンダン、ドンドンダンドンドンドン、アクセント。これでやります。ちょっとコードを出して、ちょっと難しいけどね。せーの。はい。すごいメロディーで、これ歌。ここのところ、またコードも難しいけど、この歌のメロディー、やばいですよ、これ。これまさに12音階って言って、ピアノで言うとこの黒い鍵盤のところがこういっぱい出てくるんで、なんかもうね、途中でふわーってこう、なんか足払いを食ってるようなね、その外し、それが米津玄師さんよく出てくるんですよ。このわざとこうなんかこう、不協っぽく、でも美しいみたいな、その絶妙な音程なんで、これ歌めっちゃ難しいです。と、おまけにコードも難しいって。このブリッジパートをやらなければ初心者さんの方はできると思うんですけど、はい。そんな感じになっておりますね。ここのところ、その弾き方とコード、やっていきましょう。あと曲の中で、さっきもちょっと出てきましたけど、ワンブロックにコード4つ弾くところ、こことかこういうところもね、これテロップの中でよく確認してください。こういうのがいっぱい入ってくるっていうのと、動画のテロップの中に伸ばすとか止まるとかそういうのがあるんで、そこはちょっと、なんとなくこうニュアンスを感じ取っていただきたいんですが、今日1個、ものすごくかっこいいフレーズを弾きたいと思います。まず、イントロとサビに行く前のところにワンフレーズ入るんですけど、それをやってみましょう。ちょっとまず最初にデモ演奏。ワン、ツー、スリー、フォー。これをやりたい。これね、面白いでしょ。ワン、ツー、スリー、フォー。うん、なななな、チューチュー。はい。ななななっていうのは1弦の7と10。ここ、7フレットと10フレット。マークがついてるからね。これで、ワン、ツー、スリー、フォー。うん。これ難しいでしょ。うん、だだだだだだ。うっ、だだだだだ。このリズムです。もう一回ちょっとリズムに乗ってやってみると。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じです。もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。はい。これ16ビートのリズムなんで結構難しいですよ。この裏で来るわけ。ワン、ツー、スリー、フォー。うん。このうんが大
大事ですね。はい。これが今、イントロのド頭と、サビの前でもこのフレーズが出てきます。でね、そのサビの前で、さっき出てきた A シャープマイナーセブンって難しいコード出てくるんで、これもちょっと一緒に確認していきましょう。せーの、誰にも、ここ、知られないまま、伸ばして、3、4、ブン。たった一瞬の、とサビに入ってきます。うん、ダダダダダ。この決め、ちょっとこのワンフレーズを入るだけでカラッとこうね、締まりが出ると思いますので、ちょっと余裕出てきた人はこのフレーズ入れてみましょう。さっきのシンプル簡単バージョンで、ここ Dm と E7 でこういうの止めて終わったところですけど、これ、このね、これ、ちなみにそうだ、全部の弦弾いていいですからね。全部の弦弾いていいんですけど、このフレーズちょっと難しくてできそうにないと思った方は、さっきのシンプル簡単バージョンで、ここ Dm と E7 でちょっとアレンジしてるんで、ちょっと今のやつを見ると、誰にも、知られないまま、たった一瞬のみたいな Dm で E7 止める、こんな感じでもアレンジしていただけるかなと思うんですけど、ちょっとね時間あって余裕あるときにこのフレーズ入れてみましょう。そんなわけでこの曲はですね、まあもうほんとオンパレードでございます。コードもすごい、まあ難しいコードだし、歌のね、メロディーラインとあとスピード、曲も相当速いんで、あとはそのブリッジパートの、ハイにスイレン、なんかもう不思議なふんわりしたなんか、なんていうの、怪しいメロディーライン。あれを歌うのは結構ですね、これ、難儀すると思うんですけど、だからこそこう長い時間取り組んで、だんだんじわ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 、自分のものにしていきましょう。パートごとに分けて練習してみるのもいいと思うんですね。脳トレとしてね、こう楽しくやるのがいいと思うんですけど、この曲ね、結構、僕も練習してやったらですね、もう、ハマっちゃってですね、プロモーションビデオの映像ともリンクして、頭の中ぐるぐるまで夢に出てきそうですけど、はい。そんな感じで、まあ、その歌詞の雰囲気も読み込んでいただいて、その感情も乗っけられるようになったら、また、なおさらいいと思います。それではやってみようと思います。米津玄師さんの感電ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる !1、2、3、4。夜のオーライトこれはアイマダップメイマリマテムらしくてこまちゃったワンワンワン失ったつもりもないが何か足りないけどちょっと変に入りなで不可思議な夜にしゃ今日だよどうかしようもう何も考えないよ銀河系のはずれとさよなら真実もどうも封鎖しない枯れた夜でも僕ら手を叩いて笑い合う誰にも知られないままたった一瞬のときらめきを食べつくす二人でくたばるまでそしてこの僕らに何をまだ行こう誰も追いつけないくらいのスピードで稲妻のように生きてたいだけお前はどうしたい返事はいらない灰にするタンクのサイレン見合う境界線愛し合うよ喧嘩しようぜやるせなさ下げてたった一瞬のこのきらめきを食べつくそう二人でくたばうまでそして幸運は僕らに祈りをまだ行こう誰も追いつけないくらいのスピードでそれは心臓を切なに出すもの追いかけただ単に見失っちゃうのきっと永遠やどこにあるんだと明後日を探し回るのは悪くないでしょう
なぜなら世に生きてたいだけ。お前はどうしたい、返事はいらない。ケンさんの感電ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これはまあも悶絶ですね、悶絶レベルですね。これはね、だからこれめちゃ難しいと思いますけど、あのでちょっとねこうつかみっていうかね、なんとなくこう全体像がつかめてくると相当楽しいんですけど、なかなかだからパートごとにやってだんだんこうやっていくのがいいと思いますよ。はい、でもこういうねこう対策に取り組んで、長い時間かけて取り組んでいくっていうのも一個の音楽のね楽しみ方だと思いますので、ぜひどんどん皆さんかっこいい曲なんでやっていきましょう。さあ、この楽しさ、このウクレレで音楽ねこれ奏でる楽しさで豊かさ、これはですね、皆さん周りの方にぜひともお伝えください。ウクレレってさ、ほんと楽しいよという感じでね、でそれは次会った時に今度一緒にセッションしようよとかでできるわけですから。はい、そのこのねガズレレ YouTube チャンネルもねぜひご活用してくださいね。あの、まあ、最初に C と F とかあの入門コードを教えてあげて、あとガズレレ YouTube 動画見てみガズレレ YouTube 見てみとか言ってですね、そうするとねもうその人もどんどんねこう広げていって楽しくなるなって、笑顔が増えて免疫力がアップしてね、もういいことばっかりです。はい、このガズレレ YouTube チャンネルいいねだとかチャンネル登録なんかもぜひともよろしくお願いいたします。さあ、ガズレレの最新情報なんですけど、はい、これドン、8月1日土曜日の14時からガズレレのでっかいイベントやります。これはどなたでも参加可能のオンラインイベントです。これね、内容のリンクここちょっと見ていただきたいんですけど、もうプレゼントとか内容も盛りだくさん、有料イベントですけど、もうこれはもう間違いなく夏、ウクレレといえば夏ですよ。夏が始まるぞってことで、もうウクレレパーティーしましょう。皆さんご参加お待ちしてます。これ500名です様限定のイベントなってますんで、もし気になる方お早めにゲットしといてください。あとは、続いてお知らせとしては、このガズのわがままウクレレ、ちょっと前に募集した分は ありがとうございます、完売に なってしまいました。ちょっと検討しているうちになくなっちゃったって方いらっしゃると思うんですけど、毎月1回程度なるべくこの出せると思うんですけど、今ベトナムとまたやり取りしてどんどんそうやって、皆さんにもこう手に取っていただけるように邁進しておりますので、よろしくお願いします。今ご購入していただいてお待ちになってくださっている皆様、お待たせしておりますが、進めておりますのでご安心くださいませ。よろしくお願いします。そして、先ほどから何回も言ってますけど、このガズクラブもね、これ相当盛り上がってますんで、これもぜひ皆さん、チェックしておいてくださいね。ここの中でやってるね、オンラインイベントとかね、もう本当に楽しい。毎日 SNS で動いてるっていうのも楽しいですし、あとはもうどんどんお知らせをしますけど、これ、ガズレシピ。これ、ガズレレのアプリです。楽譜が見れるアプリ。スクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能がついてて、今100曲ぐらいのね、多分曲、あ、じゃね、80曲ぐらい、どんどんこれも増えていきますんでね。これ無料版もありますんで、皆さんのスマホやタブレットにぜひとも入れておいてください。あとはですね、いろいろあるんですけど、あ、これがあるな、これ。このガズの出している本、この書籍。これがもう大ヒット中でございます。皆さんもうお手に取ってくれたでしょうか。シンプル簡単バージョンですけど、100曲100曲と、あとこれ初心者様にはこれがおすすめ、緑の本。これがですね、もうこの3冊で、通ったら9万部に迫る勢いのこの発行部数になってまして、もう本当に皆さんご活用くださってどうもありがとうございます。どんどんこういうのをね使って楽しく音楽していきましょう。あとはこのいつも使ってるウクレレについてるストラップ、これマイハニーがこうハンドメイドで作っていたりとか、キャップ、 T シャツ、あとはこれがあるリュックサック、これもですね、もうこのリュックサックがですね、まあまあ私がデザインしてるんですけど、これウクレレが入るリュックサックなんですよ。ここにガズレのプリントが、ブラックにブラックプリントであるんですけど、ここにハンドルがついて横持ちでも持っています。そしてこれ中開けると、このちっちゃいポーチ、脱着型のポーチでチューナーを入れたり、カップを入れたりとか、あとティッシュ入れたりとか、あとこっちを譜面台が入るカバーがついてます。これ脱着可能なんで、必要なければ外して何かに使っていただいてもいいし、これをウクレレはね、コンサートまで入るんですよ。でももちろん楽器用なんで、これ生地もすごく分厚くてしっかりしてますんでね、ぜひこれもご活用ください。そんなことはね、ガズレレドットコムだな、やっぱここ見てもらうともういろんなこと書いてありますね。はい、そしてね、ガズレレではもう本当にいろんな最新情報がボコボコ立ち上がってますんで、まあ、このガズレレホームページでなんか逐一チェックしてくださると、とってもありがたいんで、よろしくお願いします。はい、そういうわけでこのちっちゃいウクレレで楽しい音楽人生、音楽のある日常っていうのが、これがまあ最高の豊かな時間でございます。本当に楽しんでいきましょう。いつもガズレレ YouTube チャンネルご覧になってくださってありがとうございます。はい、また会いましょう。さようなら、バイバイ。